里崎チャンネル。じょっ。こんにちは。さあ、ね、昨年は、はい、ワールドカップでサッカーがね盛り上がりましたけど、はい、今年もどうなんかな。那須さんとコラボあんのかな。那須さん連絡くんのかな、ね。でも海外行ってるから忙しそうだよね。もう最近日本にいるらしいです。あ、そうなの。はい、じゃあまた連絡くんのかな。でもまだ連絡来てないけど、はい、もう来るのかな。俺絶対聞きたいことあんだよね。へー、那須さんに、はい、あの遠慮してる。へー、これじゃあ見てたらすぐ来るんじゃないですか、連絡。うん、だからあのその時に話すわ。わかりました。あのすごい荒れそう。へー、でもすごい聞きたいことある、うん、納得できなくて。納得できない、うん、でも日本を応援しているサポーターからは叩かれそう。気になる。何それ。それはもうもしあの取ったら、取ったら言うわ。はい、うん、ここでだって言っても多分答えがないからね。はい、答えがないこと聞いてももっと炎上するじゃん。そうですね。誰もいないですからね。そう、うん、それがよ、はい、今年は WBC が、うん、でも今年いっぱいあるのよ。世界陸上もあるし、あとバスケットもワールドカップあるし、うん、ラグビーもワールドカップあるし、うん、めっちゃあるのよ今年。え、世界陸上もう4年も経ったんですか。だからあのコロナで多分スケジュールがぐちゃぐちゃになってんのよ。あ、だからずれないで固まっちゃってるんだ。いつもはこの固まらないようにうまくばらけてんだよね、うん、はい、どこもね、うん、でも多分このコロナでぐちゃぐちゃになったところは多分どっかの競技はあると思う。まあない可能性もあるけどね、うん、それがあの最近まだオリンピックとかでバスケットがメダル取ったりとか、うん、女子がね、あとはあの八村君とか、はい、今渡辺君もめっちゃ頑張っててね、スリーポイント1位なんだよね、うん、でこれ11日までに契約してたら全年俸もらえる契約に変わるらしくて、はい、今はもう切られたらその時点でのもう年俸しか払われない。結構頑張ってんのにね、シビアな契約だなと思うけども、うん、だからそういうのでちょっとバスケット熱が上がってきて、うん、ワールドカップがあるのがニュースでドカッとか入ってくるから、うん、あ、こんなにいっぱいあるんだっていう認識かもわかんないね、うん、普段からもっとあったのかもわかんないけどね、はい、でその中でね、はい、WBC が始まってね、うん、はい、今先行でメンバー12人発表されましたけど、はい、うん、もうあれはもうね、栗山監督が言ってたのがね一番正直な話で、はい、営業問題あの発表なわけよ、うん、完全に営業問題発表。やっぱこれね、スポンサー企業があるわけよね、はい、栗山さんポスターって言ってたけど、うん、CM も打つじゃん。そうですね、だから早めにってなった時に、うん、代表メンバー決まってないと、うん、栗山さんの絵しか使えないの。そっか、そうですね。でこれで代表メンバーね、うん、今じゃあ大谷だったり、はい、ね、あのダルビッシュ、うん、佐々木朗希とかね、うん、鈴木誠也とか、うん、源田とかね、甲斐とか、はい、そしたらその映像が CM で使えるわけ、うんうん、公的にね、はい、でそしたら CM 作りもできるし WBC に向けても盛り上げていけるし、うん、であの侍ジャパンエンタープライズは収益としても儲かるし、うん、スポンサー側も嬉しいっていうところで、うん、これはもう完全にスポンサー案件、うん、ビジネス発表ですね。ビジネス発表、早めにも出しとく、出さないと使えないからね、はい、でまあ、その中でよ、うん、ソフトバンク柳田選手が WBC 辞退します。はい、ね、ね、平選手は WBC 辞退しますって、はい、今日の問題は、はい、なぜ WBC は辞退者が出るのかっていう。でもそれって今までも辞退する人って結構いるじゃないですか。そうそう、だから今までもなんでみんな辞退したのかって、うん、いや多分本当だったら出たい気持ちってあるんでしょうけど、うん、私の予想ですよ、うん、やっぱりその WBC って本当にシーズン開幕直前じゃないですか結構、うんうん、だからそれを出ることによってなんかこうシーズンに集中できないとか、うんうん、あと自分のなんか調整がうまく出ることによっていかないんじゃないかってこう思っちゃうとか、うんうん、そういうところじゃないですか、うん、まあ、それも一つあるけども、うん、でも去年のサッカーのワールドカップ、うん、シーズンオフがある、はい、カタール。そうですね。でもう今シーズン始まってるじゃんね、バンバン。だからそれだと一緒じゃんね、どっちもシーズンオフみたいな。そうですね。でもサッカーのワールドカップ辞退しますっていう人にほぼほぼいない。代表引退しますっていう人はいるよ。もうこのワールドカップを最後に、はい、メッシなんかもね、うん、最初言っててね、うん、このワールドカップを最後に、はい、もう代表からは引退しますみたいな、うん、そしたら代表出ませんみたいな、はい、そうですね、うん、でも野球って結構出ませんっていうじゃん、うん、はい、でも平投手はまずはライオンズに貢献したいって。であの、まあ、平投手は先発転向するって言ってるじゃないですか、うん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 、だからそれに注力するためにっていうのはあるのかなと思ってるわけです。そうそう、それだから野球がね一番難しいのは、はい、ポジション変更すると、はい、その調整にめっちゃ時間かかるっていうね、はい、サッカーとかそんなポジション変更すんのかな、うん、もう今年までフォワードで、はい、来季から
ディフェンダーになりますみたいな。そこまでの移動はなかなか。でも野球ってそんな感じじゃん。はい。だって、うん、キャッチャーでしたけど、うん、来年から外野行きますみたいな。そうですね。内野でしたけど、うん、来年から外野行きますみたいな。うん、リリーフでしたけど、うん、先発行きますみたいな。リリーフと先発のなんか転向はちょっと調整の仕方とかいろいろなんか体力面とかいろいろ。でも守備もキャッチャーから外野とかだったら守備練習めっちゃしなきゃいけないからね。それを練習しないでシーズンってなかなか難しいよね。サッカーどうなんでしょうね。でもサッカーあるの。フォワードからディフェンスでしたけど来季からフォワードですみたいな。でもなんかこうミッドフィルダーの人がフォワードとかに。でもそれはサイドの人だもんね。そうですね。あのボランチの人がセンターフォワード行きますって聞いたことないもん。なかなかそうですね。だからそのなんかフォーメーションが監督によって変わるから、うん、サイドの人たちがサイドの上下であることはあるけども、うん、はい、あのだからセンターがレフト守るとかね、うん、レフトがライト守るっていうのはある野球でも、うん、だからサッカーはそういうのはあるけども、はい、いきなりセンターがサード守りますとか、はい、サッカーなかなか聞いたことないよね。あんのかな。フォワードでしたけどそプロでだよ。アマチュアだとあると思う。アマチュアはあるでしょうね。そうそう、先輩とかが抜けていくからね、はい、プロでよ。ライクからボランチやりますっていいのかな。聞いたことないよ。わかんないぞ。フォワードでしたけどセンターバックになりましたみたいな、はい、センターバックでしたけど、うん、ライクからあの右ウィングやりますとか聞いたことないよな、はい、ないっすね。だから多分、うん、その調整そんな難しくないと思うのよ、はい、正直、うん、まあ、違うポジションを代表に行ったらやらなきゃいけないとかっていうのはあるかもしれないけども、はい、でもそれは右か左かの違いだったり、うんうん、でいきなりがっつりフォワードからディフェンス、ディフェンスからフォワードって俺の知る限りはそんな最近ないと思う、うん、はい、だから野球でも、ね、レフトからライトとか、うん、ライトからレフトとか、うん、もしくはサードからファーストとか、うん、っていうのはあるかもわかんないけども、うん、そんながっつり変更してたら多分いきなりは練習しないと無理だね、うん、そうですね。だから平投手の先発やるにあたってやっぱり代表でじゃあまたリリーフやってってなると、うんうんうん、なんかあれなのかなっていうのはやっぱありますよ、うん、そうだね、うん、でその第1回の2006年 WBC の時も時代者がいっぱい出たのよ、はい、まあ、一番最初の大会だったからね、うん、でもここで王さんが一言、はい、日本代表に選ばれて日の丸を背負ってプレーしたいって思うやつだけが日本代表や、うん、だから要はその来る人たちが日本代表であって、はい、来ないっていう人たちはもう日本代表じゃないと、うん、だからもう来る人の中の日本代表で頑張ればいいやっていうところ でその中でよ、はい、誰とは言わないし、うん、そこ断定もできなかったりするし、うん、それは全員に当てはまるわけじゃないけども、はい、なぜ行かないかっていうところで考えるとよ、うん、行っても補欠だからっていう。ああ、そういうこと。シーズンに向けて調整しなきゃいけない時に、はい、試合も全く出ない、うん、で、あの練習時間もほとんどない、うん、で、大会終わったらいきなり開幕戦、はい、何の調整もないよ。俺はもう1回目行ってるから分かるからね、はい、あのレギュラーって試合出る人と試合出ない人の練習時間 1.5 倍ぐらい違うから、ね、へえ。だってやっぱ決められてるから、うん、時間その練習時間がね、はい、そのグラウンド使っていい時間も限られてるから、はい、その中で調整をしなきゃいけない時に、うん、それは明日試合に出る選手の方が練習時間、うん、それは長くなる。そりゃそうです、ね、それは開幕に向けての練習しないじゃん、うん、でしかもサッカーとかだとね、うん、順番待ちとか多分ほぼないと思う、はい、でも野球ってバッティング練習順番待ちだから、うん、この1時間の中で野手何十何人がバッティングしなきゃいけないから、うん、そうなってきた時にで国際大会行くと何箇所もバッティングできないから、はい、1箇所だったり2箇所だったりする中で練習時間限られてて、うん、だって俺オリンピック行った時の練習時間、うん、試合出ない組に入ると、はい、3人で3分だから、うん、バッティング練習3人で3分3人で3分回すのよ。1人1分だからもう本当10球打てない、うん、それで1日の練習終わりなんだよ。でこれを他のオリンピック選手の人とかに言うと、うん、はい、えでも自分たちで練習すればいいじゃんって言うのよ、うん、それは個人競技の人たちはトラックあったりとか、うん、ね、それ自分たちで練習できるけど、うん、団体競技その時間しかそのグラウンド使えないから、うん、でサッカーとかだとね自分のこのベース練習場あるけど、はい、あの野球その球場で練習だから、うん、そこだけでしかできないの、はい、だから時間がめっちゃ限られてる中で準備しなきゃいけなくなって、はい、で第1回目とかでもあのバッティングピッチャーの人が若干ストライク入らないでイップス気味になって、うん、宮本慎也さんとかあと谷繁さんとかもバッティングピッチャーしてたわけよ、はい、あの限られた人しかいないからね、うん、ってなるとそんな一流選手たち、うん、開幕前もう1ヶ月切ってるのに、うん、バッティングピッチャーしないでしょ。しないですねチームにいたらよ、はい、そのオープン戦で試合鳴らして自分の足りないところを守備練習したりバッティング練習したりトレーニングしたりっていうその時間を作って、はい、で開幕に臨むわけよ、うん、
それが完全にお手伝いさん代表になる、はい、でそれで終わってすぐに開幕して帰ったらレギュラーで、うん、で成績に給料を伴うわけでしょ、はい、そりゃ難しいよ。そうです、ね、ピッチャーとか試合ほぼ投げないで開幕だからね。うーん、補欠だと、うん、だってチームに帰ったらエースよ、はい、でも日本代表行ったらほぼ投げなくて、うん、で試合を、うん、きつくない？そうですね。だったら、まあ、オープン戦出て本当にちゃんと自分を整えたいっていう。そうそう、だからそこが難しいのよ。でもすごい、でも葛藤はあるでしょうね。代表にはなりたいじゃないですか多分、うん、だからなりたいけど、うん、だから試合出れないんだったら、うん、幾度やめようかなっていう。そうですね、うん、まあ、代表になりたいけど代表になって試合に出ないんだったら、出ないで1ヶ月以上を過ごして、うん、いきなり帰ってきて開幕、うん、で調子落とすよりはっていう。そう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 、だからそこもその行くか行かないかで決断する選手は多いと思うよ。そのチーム状況を見ながら、これ行っても補欠じゃねみたいな。そっか。だから俺2009年、はい、WBC は辞退したのね、うん、でそれなんでかっていうと、まあ、もちろんその2008年に俺肘怪我して、はい、ボールも変わるし、うん、でその2006年に行ったことによってのそのボールの違いとか環境の違いで、そのもう2月でもうパーフェクトに仕上げなきゃいけないから、うん、その大変さを知ってるわけ、はい、そうなった時に2008年俺肘故障してて、うん、で来年2009年やらなきゃいけない時にこんな肘故障を抱えてまで準備して、でまたそれでパンクしたら困るし、うん、で中途半端に行きますって言って行って不安のある中日の丸つけてやるのはこれも迷惑かかる、うん、っていうのが8割ぐらい、はい、あとの2割ぐらいは行っても補欠やしないみたいな、うん、あの城島がいるから、はい、2006年は城島がメジャー移籍する1年目だったの、うん、だからその WBC 行くよりもメジャー1年目だからメジャーの選手とコミュニケーション取ってピッチャーの球を受けて開幕に臨みたいって言って辞退したの、うん、だから俺試合出れたけど、はい、2009年城島が万全を期して出ますってなったの、はい、うん、もう 100% 補欠じゃんだってあの時も城島いて新之助と石原だったかな、うん、いたのは、はい、99% 城島試合出てたからね、はい、だって4番とか打ってたもんね。おって言ったらどうなるかっていうと、ずっとブルペン、うん、いんのよ。 で、ね、うん、で城島代打とか出されないから、はい、試合に出ることがあったとしたら、うん、アジアラウンドの弱いチームの大差で決まった時、うん、みたいな。あ確かになんかそれ考えたら、でだから WBC10 試合ぐらい戦ったとしても、うん、はい、打席立つの3打席みたいな、うん、になるのよ、はい、でなった時で帰ってきたらいきなり開幕じゃん、はい、この調整は難しいよ。そうですね、正直、うん、だから、はい、出ないっていう選手も出てくるし、俺が聞いた話だと過去とかだとアメリカ代表とかだと、うん、参加するにはだって、はい、これだけのゲーム、これだけの打席数は立たされないんだったら出ませんっていう人たちもいるらしい。ああ、なるほど。あとはチームからそういう要望が出る、うん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 、ちゃんと調整をしないといけないから何打席は絶対に試合立たせてください。そうそうそう、だから俺2017年か、うん、あの解説でもアメリカ行ったし、はい、もうその多分アメリカだったと思うんだけど、うん、キャッチャーが毎試合変わってたの。へえ、なんでこれ変わってんですかって聞いたら、うん、だってこっちの方が実績もあって結果も残してるのにって言ったら、いやそういう契約で、あ必ず1試合は交互で使わなきゃいけないっていう契約で来てるから出さなきゃいけないんだよっていうのとかでも来てるわけよ、はい、でピッチャーとかでも球数制限あるんだけども、うん、それすら超えない低い投球制限のもと来てる選手たちもいるわけ。へえ、だからいろんな制限の中やらなきゃいけないから、多分そのメジャーから来る選手とかはきついと思うよ、うん、そうですね、うん、だから日本とかでもね、落合さんが中日誰も出さなかったりした時あったからね、うん、はい、その日本のドラゴンズで戦って結果出すのがあれだから、うん、代表も全員行かせませんみたいな感じでチーム全体で拒否したところもあるし、うん、だからなんせそういうね、その出れなくなった時の大変さはえげつないよ。そっか、代表って確かになんか日本代表だってなるのって絶対嬉しいとは思うんですけど、うんうん、でも確かにシーズンのこと考えて、その補欠でほとんど出られないってことを考えたら、オープン戦で出た方がシーズンも万全でスタートできますし、それを選ぶ気持ちは分かりますね。そうなの、だからそこら辺がね、うん、まあ難しいっていうところで辞退する選手もね、はい、いるし、そのポジションが変わってその技術を身につけなきゃいけないからいけませんっていう人もいるし、うん、チーム状況でいけないっていう人たちもいるから、うん、でも王さん言ってた、来たやつが日本代表、うん、だから
難しいの。そうですね、うんうんうん、まあ、その中でね、あのどこまで結果出していくかっていうところがね、うん、勝負だし、あとだから18人ね、はい、選ばれるからね、うん、まあ、誰が選ばれるんだろうっていうところはあるけども、うん、まあまあ楽勝でね、うん、優勝できるよ。お、楽勝ですか、うん、メジャーの選手も出るけれども、やっぱアメリカは別に10割打つわけじゃないからね、うん、そうですね、うんうん、初戦、はい、しかもね、うん、俺 WBC で優勝するための秘訣持ってるから。へえ、秘訣、うん、この3か条ぐらいあるから、これで徹底やってくる。WBC で優勝する秘訣、うん、3か条、これもう楽勝できるから、はい、確実に、はい、その3か条はまたじゃあ別動画でいいんですか。もちろん、はい、今日はここまで、はい、だろうなと思いました。今聞かないべきだろうなってね。それはだって優勝してるから、はい、そうですね、そう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 、そう、いやでも楽しみですよ、だって大谷翔平選手出ますしね。いいね、うん、だからこういった意味でね、うん、まあ、久しぶりだからね、2017年からね、はい、だからまあ出れない人はね、出れない人の方が理由があるからね、うん、別にそれは悪じゃないし、ね、はい、出る人はね、思い切ってね、自分のためにね、うん、日本のためにとかじゃなくてね、うん、自分のためにまずはね頑張ってもらってね、そうですね、うんうん、やってもらいたいですけど、まあ今後ね、うん、誰、俺とか選ばれるかな代表。え、どのポジションでですか。うん、何、マネージャー的な。応援団長。応援団長いいじゃないですか。勝手にね、自称ね、自称、はい、まあでも選ばれた人も全力で応援します。あ、そうそう、頑張ってもらいたいですね、はい、はい、ということで、あの世界一になるための秘訣はまた後日です、はい。